本日もお客様をお迎えしています。で、タワコツから来ましたまーちゃんと申します。ちーちゃんと申します。こーちゃんと申します。いらっしゃいませ。ひらめきん心臓と呼ばれるところだから、ここが出すぎてるとポンプの役目。熱い。結構目が疲れてる。あ、目が疲れてます。目の奥がなんか痛くなるんですよ、うん、こうやって触ると、はい、うん、こっちよりはここが硬いですね、この辺が。側頭筋、あと顔も これが正解だからね。え、本当ですか。ちょっと軽く引っ張っただけでもほら斜め、うん、ここの線がもう合ってない。あー、こっちに倒れてるってこと？うん、こういうふうに。あー、そう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 、うん、こうなってますよね。これだから、うんうんうん、だから首とかも背中とかも。なるほどね、曲がってる。それによってこういうところの塊がね、またちょっと左右で出てくるんで、うん、じゃあちょっとしっかりめで、はい、これおでこでも硬い。硬いですか、うん、眉毛の上です。今硬いとこあるんですか、顔も。要はその目の周りとか頭皮とかが固まってるから結構血行不良ですよね。それとやっぱつながってる。顔は全部筋肉なので、うん、お眉毛のとこすごい硬い。目の周り、目の周りっていうのは骸骨の、頭蓋骨の目の穴のくぼみの端。それやると目大きくなります？いや、大きくなる。まあ、まあ、バッチリはします。バッチリはするね。まぶたの痙攣したり、うん、ああ、ある、ある。うん、まあ、そんな、この周りについてる神経が過敏になる。そうそう。あの、ね、目とか、あと耳もそうなんですけど、まあ、頭蓋骨の穴の部分に当たりますね。うん、確かに。うん、その周りのところがちょうど筋肉が固まって血行不良を起こすんで、でその穴のところをこうなんですか、血行とかね、神経がこうしっかり働きやすいようにしてあげるのが一番すっきりします。いただきました。いい。痛い。目がお疲れということですかね、徳さん的には。結構顔も疲れてるんじゃないですか。顔が疲れるとかあるんですか。あります。ストレスとか集中するとか、うん、特にこの時期マスクしてるんで、確かに固まりやすいですか。確かに固まりやすい。でもなんか気持ちよさそうでいいですよね、顔。いや、顔気持ちいいですね、うん、はい、今ここがね、はい、あ今ね、右の前の筋肉を緩めてるんですけど、うん、右がすごいです。右が硬いですね。ちょっと左に向いてもらうんですか。ここえ、やっぱみんな左右はすごいですよね。常に笑ってる人は顔が凝りやすいとか。いや、そんなことない。逆に動かしてる。無表情の人は。え、そうなんですか。筋肉って動かさない。痛い痛い痛い。変な塊が。変な塊。顔が傾いてるな、うん、多分原因はこれが結構。もう気持ちいいです。どう、さっきより痛い。さっきより全然、うん。結構すぐ反応が出るんですね、顔は。じゃあ。うん、固まってる。顔自体はそんなに筋肉が厚くない。うーん、いっ、全然、いっ、いっ、顔までいかないですね。顔までいかない。いっ、ぜ、ここは三種神経ですね。ちょっとこめかみ、ちょっと、いや、いようかなとか。痛い。
もうちょっとで言うと思う。はい。今回本来は違うんですね。今日は撮影のため、うん、本来はね、布とか使った方がね、こっちか、こっちか。こっちの耳の前までね、っていう感じ。でも全然すごい気持ちよさそうですけど。って言うんじゃったかな。ほぼ寝てますね。いや結構なんか気持ちいいですね。いい顔。いやそうか。耳も鼻なんで全部こう持っていく感じね。いらない老廃物とかを流していく感じ。はい、余計なものなくなった。そう。私的には触るともうさっきの変なのムク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 とかボリボリしてた感じが本当。でも確かにそうかもしれない。なくなりました。うん、シャープに。お顔を触ってみてください。あ、違う。違う、確かに。一枚分ぐらい違うからね。一枚分。顔が、お面をかぶってたみたいな。へ、うん、あ、すごい。どうです？女性陣から見て。あ、でも確かにちょっと違うね。違うね。すごい。なんか柔らかくなりましたもん。目もすっきりしょ。すっきりしました。目もちょっと変わった。結構だって、バリバリ硬かったですね、うん、すごかった。皮膚が柔らかくなったから、うん、わあ、結構すごい。指を入れた時に、はい、あのむくって入る感じだったんですよ。あ、むくむくだったんです。そうそう、鏡でご覧ください。あ、だいぶ違いますね。ああ、ありがとうございます。更新中です。ぜひチェックしてください。また生態の知識をもとにオリジナル商品の開発販売も行っております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。